モチウオ、鱗を描く、エラを外す、腹を裂く、綿を抜く、頭を落とす、特に腹の内部をよく洗う、中骨ごと刻んでいく、酢に浸してしばし置く、頭を割る、時間が来たら醤油を垂らしてしばし置く、頭に片栗粉をまぶして低温で揚げる、柑橘類を用意する、時間が来たら器に盛る、漬け汁を垂らす、いただきます。肉でも魚でも骨に近い部位が最も美味しい。